進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや、中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくりたまえ。ひどい匂いだ。下水に落とされた。あの選択肢選ぶ前に落とされた。エアリス、クラウド、早く7番街へ行こう。ああ、気持ち悪い。なんなら効くかな。バイオかけとこう。まずは戦略だ。違うな、ミアブルーを持ってんのはティファーだな。危ない。見破る。お、炎弱点か。あー、なるほど。炎が弱点なのに魔法攻撃ではバーストゲージが溜まりづらい。まあいいでしょう。上登った。あやめて。強えな。しまった、ファイヤーがみんな外れてる。おし、ちょっと向こうは任せよう。まずいな。先にクラウド回復だ。そうだな、召喚獣のイフリートを呼んじゃうのはありだな。痛い。全体攻撃が強い。イフリート
仕事だ。で、エアリスはその間に任せるね。よし、いいぞ。よし、イフリートアビリティ。よし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 。もう一丁イフリートの技使いたい。アプス降りたぞ。登ってきた。あ、火を消したのか。よし、 V 破壊。下がってよ。いいとこ見せなきゃ。ドアブだよ。もう一丁大興奮。そんなの関係ねえ。もう一丁。ティーファーももう一丁。いいね、召喚獣。あー、潜っちゃったか。よし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 。行っちゃった。ここに住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌はコーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。あ、ティファ穴開けられた。やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街につけるはず。うん、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。ううん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。臭そう。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。まあスラムを潰したところでね、アバランチの仕業ってシンラが言えばそうなるわけだから。下がって。どう？また変なモンスターだ。サハギ沈め。悪いな。硬いな。盛り投げ。あ、終わったね。今のはひょっとしてカエルになりかけた？あ、シンラボックス。魔法を使っとくか。あー、エアリス行っちゃった。
ボックスを切る前に魔法使わんとな。こっちはいけない。下水はちゃんと整備されてるのか？これは？ちょっと待ってよ。ああ、水を抜くのかな？そうだね。嫌だわ。というかチャドリー、助走する前にチャドリーにバトルレポートの報告をしておけばよかった。お布団、お布団っていうかベンチか。お、ミュージックディスク。こっちに進んじゃうと目的地だから、なんかアイテムある？あ、下れる。お、マテリアボックスじゃない？よっしゃ、あ、ティファーの武器だ。あ、オーバー、ああ、かっこいい。かっこいい。え、待って、そのオーバードライブの最後の、その姿勢がかっこいい。これ使おう。よし。あ、そうだ。あんまり気にしてなかったけど、技が変わったときは、割り当てないとな。攻撃の技をスピーディーに行いたいから、アイテムはコマンドメニュー開いてから使うけど、攻撃系は割り振っちゃおう。適当に。こんなんでいいかな。バイオは敵にじわじわダメージを与えれるから便利。実はメカにも効くのかな。さて、こっちは何もない。負けないから。モンスターラットか。あ、一瞬。この調子でいくぞ。次も勝とう。今剣に氷属性を与えてるんだけど、ネズミに有効。あまり前に出る。泡。後ろから。終わり。これだ。エイバースト。ここで仕掛ける。お休み。勝負あり。よし。なんとかなった。この辺は余裕じゃ。こっちにアイテムありそう。シンラボックス、ん？この印前にも見たけどさ、あのエアリスと教会で会った後の近道をしたエリアか。結局そこの扉も開けれてないし、何なんだろうこれ。未だに分かんない。コルネオのところに似たような紋章でもあったっけ。確実に何か見落としてはいるんだろうけど、それとも2周目のプレイで開けれるとか。分岐してる。ここ通るの、
して行こう。ねえクラウド、コルネオの話が本当だったとして、その場合シンラの狙いは何だと思う？シンラの本当の目的、私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。七番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもの。これはしごがついてて、そこにレバーのようなものがあるんだけど触れない。一旦通り抜けるか。制御室っぽいな。そうだ、おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔法以前の骨董品だ。いくら神羅製でも動いたら奇跡だな。ほひー、動いた。中堅スタンプ。明るくなったはいいけど、ここの水を抜いて何かアイテムでもあるか。流れてんの汚水だもんな。そりゃ臭いわ。汚水まみれの中に宝箱800ギル。誰がここに800ギルを置いていくの。反対側も見てみよう。あ、モンスター。ダブルシザー。あ、硬い。消え失せろ。よし、消えろ。正面からは硬いな。よし、どうってことない。あ、違う。お、パテリア。また中堅スタンプ。この鍵は、絶対にここの鍵ではないと思うんだけど、念のためにね、チェックしておこう。だよな。はい。ここか。これで下水を抜けれるか。ここ、この大きな水路知ってる。向こう側は7番街だよ。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。続いて乗り切ろう。うん、そうだね。方向音痴なんだよ。
こに行けばいいのか。こういう道を通れるようにしておいてほしいんだが。そしてまた開かなそうなあの扉。コルネオ？やっぱそうか、これコルネオのところにあった紋章と同じなのか。じゃあなんかあのレアそうなアイテムがたくさん保管されてあった場所もコルネオの遺産か何かか。終わったね。そんなキーは手に入れてないけど。このレバーは引けそう。水門が下がったのに水が減ったな。わあモンスター。ああそっちが上がったんだ。どういっ、あ、硬っ。こっちやろ。よし勝てたね。こっち行こう。この甲殻類多いな。硬くて叩きにくいんだよ。負けないから。あ、しまった。任せあれ。泡が。よし。シャワー浴びたいな。霊気マテリア成長。ちょっと回復。